何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど、読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は留院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの留院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど竜院が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
さん、何か用か。酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらははぐれ忍び、まともな死はもはやおらなんだ。故に落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに駆け飛び刃を交える、そのような修行を重ねた。じき猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きるとわしはこの猿酒を飲んだ。そしてあやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて指笛を吹くと、谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしはその音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。お前さ、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、千宝寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。千宝寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。行くか狼よ。はっ。
って行かねば、あの調べはきっとわしを。どうすれば終えるのか、忍び殿、心当たりはあるか。知らん。さようでござるか。では放っておいてくだされ。ここで一人耳を傾けていたいのです。見投げされるのかい。何だと。足名の底に行きたくば見投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足名の底はあっちじゃ。
行ってしもうた。すぐそこにおったのに。お主。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ、決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先は何とも濃い霧の森よ。あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。霧の奥で、あの調べが呼んでおる。